どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちら SPG クレジットカードアメリカンエクスプレスの紹介ではなくてですね、マリオットボンボイ、こちらの SPG クレジットカード発行している方は、この SPG はマリオットホテルに買収されて、最近マリオットボンボイっていう名前に変わりましたよね。そちらのキャンペーンを今回は紹介していきたいと思います。今回このキャンペーンは、ダブルテイクポイントキャンペーンとなっておりまして、マリオットボンボイホテルに2滞在目からですね、ポイントが倍もらえるというキャンペーンになっております。この SPG クレジットカードを保有している方は、ゴールド会員に自動的になっておりますので、1度で 12.5 ポイントが貯まる計算になっているんですけども、そちらが倍になるというキャンペーンですね。で、残念ながらですね、このキャンペーンは全員が対象というわけではなくてですね、一部対象外の方もいるみたいなんで、その方は申し訳ないですけども、今回のキャンペーンには乗れないということ感じになってしまいます。で、どういう方がキャンペーンかというと、マリオットボンボイの、公式ホームページから、ログインしていただいて、マイプロフィールを開いてもらって、そこからプロモーションを開いてもらいます。そうするとダブルテイクキャンペーンみたいな画面が出ます。そちらで、詳細を見るみたいな感じのところをしてもらうと、今すぐ予約みたいなボタンが表示されますので、その画面がダブルテイクキャンペーンってなっておりますので、それが出ている方は、対象っていう認識でいいと思います。で、今回のこのキャンペーンなんですけども、2019年3月19日から、今年の6月4日までの滞在の2滞在目からポイントが倍になります。で、6月までということなので、ゴールデンウィークを挟んでいるんですね。ですので、ゴールデンウィークですね、マリオットボンボイグループホテルに、滞在する予定の方はですね、ぜひ2滞在に分けて滞在されるといいと思います。このキャンペーン乗れますので。で、2滞在っていう言い方なんですけども、1つのホテルに2泊してもそちらは1滞在になります。ですので、2つのホテルに1泊ずつ、もしくは1つのホテルに1泊してその2日後にもう1泊みたいな感じですね。チェックアウトした日にまたチェックインすると1滞在とみなされてしまいますので、チェックアウトした翌日にチェックインするっていう感じですね。そうすると1つのホテルでも2滞在っていう計算になりますので、そこだけ注意してください。2滞在目からのポイントが倍になります。ですので1滞在目で十何泊したとしても、ポイントは別に倍になりませんので、それだけ気をつけてください。で、このキャンペーンをおすすめの方は、先ほど言った通りゴールデンウィークに、SPG ホテル、マリオットボンボホテルに利用を、予定している方、もう一つはですね、プラチナチャレンジを検討している方ですね。プラチナチャレンジっていうものは何かというと、この SPG、これもキャンペーンみたいなもんなんですけども、こちら SPG の裏に書いてある電話番号ですね、公式の電話番号に電話して、プラチナチャレンジをしますという宣言のもと、連続した3ヶ月の間で16泊、3ヶ月の間に16泊をすると、こちら持ってるだけで SPG の場合はゴールド会員になりますよね。それが1個上のプラチナ会員になることができます。で、いつまでプラチナ会員になれるかというと、ちょうど約2年後、2021年の1月ぐらいまでですね、プラチナ会員でいることができます。ですので約2年ですね、プラチナ会員でいれます。で、プラチナ会員の特典なんですけども、まず、レイトチェックアウトが、ゴールド会員の場合は2時まで、
これがまず4時までに延長されます。で、朝食が2名分無料です。無料で、クラブラウンジのアクセス券がつきます。まあ、クラブラウンジっていうのは何かというと、まあ、上級会員向けに、開放された部屋なんですけども、そちらには軽食だったりアルコール、等々がですね準備されてて、こちら無料で利用できるんですね。まあ、アルコールが出てる時間帯はもうホテルによって違うんですけども、常に出てるところもあれば、カクテルタイムだけっていうホテルもありますので、ちょっとそれはホテルによってまちまちとなっております。これがクラブラウンジのアクセス券ですね。まあ、大体大きいところが、あともう一個ありまして、本来こちら、ゴールドカードだとエンハンスドルームと言われて、1個上の、1個か2個上のより良い部屋にアップグレードが対象になっています。で、スイートルームは対象外なんですね。なんですけども、プラチナ会員になるとスイートルームもアップグレードの対象になります。ですので、もしかしたらスイートルームね、1泊5万とか10万とかするような部屋に、ポイントで宿泊してもアップグレードされるかもしれません。それがプラチナ会員の特典となっております。いいですよね。私はですね、このゴールド会員の状態でたまたま運が良かっただけだと思うんですけども、ニューヨーク行った際に、すごい眺めのいい部屋に案内されて、ここはもしかしたらスイートルームなんじゃないかなと思って、後から公式のホームページを調べたらスイートルームでしたっていう、あのいいアクシデントはあったことあるんですけども、そちらただ単に運が良かっただけなので、まあ、実際はスイートルームは対象外となっています。ゴールド会員の場合ですね。で、このプラチナ会員になるか、チャレンジを検討されている方はですね、16博士が必須となっておりますので、ぜひ今回のねキャンペーンをですね、ぜひ利用してチャレンジされることをお勧めしております。まあ2滞在に割り切るだけで 2滞在目のホテルの費用に対してポイント倍もらえるわけですからね。私も今月、からですねプラチナ修行していきたいと思っておりますので、まあこちらでね予約しようと思っております。まあ、今回のがちょっと短いんですけども、マリオットボンボイのキャンペーンについて紹介させていただきました。この動画が役に立ったっていう方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いしたいと思います。そして私ツイッターブログもやっておりますので、もし見ていただければ幸いです。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。